どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの苦しくならない息の吐き方についてご紹介していきます。息を思いっきり吸いたい、クロールを長く楽に泳ぎ続けたい、そんなお悩みを持ったあなたに本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つの練習法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、たくさん吐くためのコツ。2、水泳の呼吸で絶対やること。3、気道を広げるコツ。4、吐き始めるタイミング。以上4つを詳しくご紹介していきます。動画内で疑問点のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。それでは一つずつ見ていきましょう。1つ目、たくさん吐くためのコツについて詳しくご紹介していきます。1、大きなため息をする。2、鼻でふーっと言う。3、胸から吐く。ということで、たくさん息を吸うためにはまずはたくさん吐くということが大事になってきます。今回はその吐くというのをたくさん行うためにどうすればいいのかをご紹介していきます。まずはイメージとして大きなため息をするようなイメージで吐くとたくさん吐くことができます。陸上だとため息は口から吐くと思うんですけど、水中だと口から吐くんじゃなくて、どちらかというと鼻から吐くので、鼻からふーんとため息を吐くような感じでやるとうまく呼吸をすることができます。陸上での練習法としては鼻でふーんと言って行うと、そのまま水中でも同じように使えるので、ぜひそういう練習もやってみてください。そして3つ目は胸から吐くですね。基本的には水泳は胸で呼吸をしているので、ぜひ胸を大きく動かして呼吸をしてみてください。2つ目、水泳の呼吸で絶対やることについてご紹介していきます。1、鼻から吐く。2、口から吐くと吐きすぎる。3、吸うのは口からということで、絶対やらなければいけないこと、まず第1位はもう鼻から吐くということです。これは私以前はね、まあ口から吐いても別にいいよとは言いました。確かに口から吐いても泳げることは泳げるんですけど、やっぱ長く楽に泳ぐには口からだとどうしても息を吐きすぎてしまうので、すぐに苦しくなってしまうんですね。なので、もうできる方は絶対鼻から吐くようにしてください。もうそれが基本です。で、これも陸上とは全く逆にはなるんですけど、吸うのは口からですね。鼻から吐いて口から吸うっていうのが水泳の呼吸の流れになるので、最初からいきなり泳ぎながらこの呼吸をするのは難しいと思うので、まずはちゃんと陸で練習してからやってみてください。3つ目、気道を広げるコツについてご紹介していきます。1、首だけを横に向けない。2、ローリングを大きめにする。3、顎を引きすぎないということで、呼吸を思いっきりするためにはある程度気道をしっかりと確保してないとできないんですね。で、気道をまずは広げるためのコツなんですけど、1つ目が首だけを横に向けないということですね。息継ぎの際によくありがちなの、初心者でやりがちなのは首だけをこう横に向けて息継ぎをしてしまうってこと、本当に多いんですけど、首だけじゃなくて体ごと横に向けないと首が締まってしまいます。なので、息継ぎの際は首をできるだけあまり動かさずに体ごと横に傾けて息継ぎを行うようにしてみてください。そして3つ目が顎を引きすぎないということですね。顎を引くことによって前に体重がかかりやすくなるので沈みがなくなるんですけど、引きすぎると逆に気道が締まってしまうので引きすぎには気をつけてください。4つ目、吐き始めるタイミングについてご紹介していきます。1、吐き始めで一気に吐く。2、吐ききれなかったら陸で補う。3、できる限り一瞬で吐く。では息継ぎ一体どこから吐き始めるかっていうと、私がいつもおすすめしてるのは吐き始めのタイミングで一気にバッて吐くと、息継ぎの際の沈みとか不安定さが少なくなるので、このタイミングで吐くのをおすすめいたします。そして、まあ、ある程度短い時間で吐いてるので吐ききれないっていうパターンがあるんですね。私も全然あります。でもそういう時に無意識に私がやってることっていうのは顔を上げるじゃないですか。この陸に上げたその直後
っていうのも少しだけまだ吐いてるんですね。水中よりも陸上の方が息っていうのは吐きやすくなるので、そこで最後一気にバッて吐いてから一気に吸うっていうことを普段行っています。ということで、おすすめの練習方法を3つご紹介していきます。まず1つ目がサイドキックになります。こちらはビートバーを持った状態で水面から顔を出して横を向いてキックを打っていきます。この時に意識していただきたいのが、おへそもしっかりと横を向かせるようにしてみてください。こちらの練習は息継ぎの際の体の使い方の練習になります。首だけを横に向けるんじゃなくて、体ごと息継ぎの際は横に向けないと気道が締まってしまうなんですけど、意外と難しいのが体ごと横に向けるっていうのは意外と難しいです。その時のバランスっていうのが結構体幹を使ったり、あとはキックをうまく使ったりしないとすぐに不安定になってしまうので、ぜひまずはサイドキックを練習して息継ぎの練習をしてみてください。続いておすすめするのが水中キックになります。こちらは水中でとにかくバタ足でもドルフィンキックでも平泳ぎのキックでも何でもいいので、長くできるだけいられるようにキックを打ってみてください。まあ、先ほど私フィン使ってやってましたが、全然素足でもいられるようにやってみてください。こちらの練習は胸を大きくする練習です。もっと言うと肺の空気を溜める量を増やしていく練習になります。できる限りたくさんの空気を吸い込んでから水中に行く。まあね、もしかしたら水中なかなかいられなくて上がってきてしまう方もいると思うんですけど、それでもいいです。とりあえずお水の中でちゃんと息を止めてブクブクを出さずにいられるか、そういう練習をぜひやってみてください。そして最後おすすめするのが片手クロールになります。こちらは使わない方の手はまっすぐ伸ばしていただいて、使う方の手だけを回していきます。おすすめなのは呼吸する側の手を回して2回に1回呼吸をやってみてください。1回目は呼吸しないで、2回目の手の書きで呼吸をしていきます。こちらで意識していただきたいのは息を一気に吐くということですね。これが結構難しいです。先ほど私は書き始めで吐くのをおすすめいたしましたが、人によってはもっとね、遅らせたり早めたりしなければいけない方もいらっしゃると思うので、それは自分で研究しながらやってみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。